はい、まあ、実は夏バテの原因って自律神経の疲弊っていうふうに言われていて、だから1時間前ぐらいに1回部屋をキンキンに冷やします、うん、1回キンキンに冷やします、はいはい、皆さんこんにちは。ラントリップ代表の大森です。今回もアスリート専門のスリープトレーナー平野真理さんにお越しいただいております。平野さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、前回はね、熱中症と睡眠っていう話、はい、睡眠がね、意外と熱中症に大事だっていう話をいただいたかなと思いますけれども、はい、今回のテーマは何でしょうか。ズバリ夏バテと睡眠です。おお、さっきと近いワードですね。そうですね、まあ、前回その熱中症のお話をさせていただいて、はい、夜しっかりこう、ね、睡眠取らないといけないですよってお話させていただいたんですけど、うんうんうん、まあ、夏バテに関連しているところと、最後エアコンの使い方とかについてもね、お話できればなと思ってます。確かに睡眠大事って言われても、いや、夜寝れないんです、暑くてみたいな。そうなんですよ、すっごい、ね、多いんですよ。まあね、もう本当毎日熱帯夜になってきますからね。なんか本当に今その夜も暑いっていうところもあって、うん、夏バテがやっぱりしやすくなってる方って多いと思うんですよね。やっぱこう食欲なくなったりとか、ちょっとこうだるいとかっていう症状が、まあ夏バテの症状として挙げられると思うんですけど、うん、夏バテの原因って何かって言われると、なんかあんまりよく分かってなかったりしません？確かに総合的にいろいろ来てる感じしますね。そうですよね。夜寝れないとか、食欲わかんないとか。そうなんですよ。もう暮らしてるだけで疲れるとか夏なんでね、もう何もする気が起きないみたいな、いろいろこう総合的にバテていく感じがします、ね、そうなんですよ、うん、で、まあ、その夏バテのじゃ原因って何なんだって話になってくるんですけど、うん、まあ、実は夏バテの原因って自律神経の疲弊っていうふうに言われていて、夏場って例えば外で、はい、まあ、こうランニングとかして汗をいっぱいかきます、はい、でその後にこうキンキンに冷えたこう室内に入ったりだとかして、好き、大好きです。キンキンのところに温度差がやっぱり激しいっていうところがあって、あ、まあ、それで結構自律神経ってその汗を出す出さないとか、血管をこう広げるとか収縮するとか、そういう指令っていうのも全部自律神経が行ってるんですけれど、 なので、まあ、それをこう汗を出したり引かせたり、血管広げたり縮めたりっていうので、めっちゃ忙しいですね。そうなんですよ、うん、自律神経の、まあ、いわば繁忙期なんですよ、うん、そう、自律神経の繁忙期に、そうなんですよ、なっているから、こうやっぱり疲弊しやすくなって夏バテの原因という形になっていて、まあ、夏は忙しいですね。そうなんですよ、自律神経めちゃくちゃ忙しいんですよ。で特にやっぱりこうランナーさんに関しては、はい、やっぱりこう、ね、毎日ランニングされたりとか汗かく量とかも多いので、うんうん、やっぱりよりその自律神経を疲弊させやすいというところが一つあります。その、ね、自律神経 その繁忙期なのにもかかわらず、はい、まあ、ちょっとさらにダメージを与えている皆さん、はい、あまりこう気づかれていない行動っていうのがありまして、健康意識が高い方とかに多いのが、夜のクーラー、まあ、冷房をつけて寝るのって体に悪いんじゃないかっていう不安があるんですね。確かにあると思います。運動が習慣化してるみたいな、健康に興味ある人は、うんうん、特にそういうね、エアコンの風とか嫌う方多いですよね。そうなんですよ、うん、で私もやっぱりアスリートからのやっぱ質問で、はいはい、夏は一番多いのがこのエアコンの使い方で、確かにタイマーの方がいいのかどうかとか、うん、設定温度やっぱ28度じゃないといけないんですかとか、やっぱそういう質問をたくさん受けるんですけど、うん、このエアコンの使い方を正しく分かってもらって、自律神経のちょっと繁忙期を乗り越えていただきたいなというふうに、まあ、ちょっとケアしていただいて ね、あまり疲弊させないようなこうエアコンの使い方をお話しできればなと思うんですけれ ど、はい、このエアコンの使い方実は3ステップあります。3ステップ、はい、でまず一つ目が、うん、まあ、こう就寝前から実は始まっているんですけれども、はいはい、まず1ステップ目が、はい、就寝のだいたい 1,2 時間ぐらい前から、はい、その寝室の壁を冷やす。壁、はい、今笑いましたよね、森さん。壁って言って、そうですよ、部屋じゃなくて壁みたいな顔されましたけど、壁がめちゃくちゃ重要なんですよ。へ、実はなんで壁かっていうと、はい、まあ、東京って日中めちゃくちゃ今、ね、35度とか暑いじゃないですか。もう暑い時もっと行きますよね。で結構こう外出て帰宅した時に部屋すごいムンってするじゃないですか、うん、まあ、実はその状態って、まあ、そのお部屋の壁とか家具とかにも熱がこもっていて、建物がもう暑い。そうなんですよ。こうサーモグラフィーとかで見ると、はいはい、結構こうもう壁とか家具が真っ赤になってたりとかしていてっていう状態になっていて、こうお部屋というよりかはもうその建物がすごい熱くなっているってことが多いので、まあ、そこをまず冷やす。壁を冷やすんだ。そうなんですよ。なんで壁をまず冷やしてあげた方がエアコンの効きめちゃくちゃ良くなるんですね。どうやって冷やすんですか？扇風機とかを、はい、打ち水
あの部屋の中でさすがにこう壁に打ち水はできないので、あの、サーキュレーターとか、あと扇風機を使っていただきたくて、まあ、その寝室の中でも比較的こうなんていうんですかね、あの壁の一番広い面って言えばいいんですかね、ところにこう首振りをさせて、あの扇風機を当ててほしくて、まあ、そこでちょっと壁を冷やすってことをやっていただきたいなと思います。なるほど、そういうの大事なんですね。そうなんですよ。で、結構夜になってくると、その、はい、日中に溜め込んだ放射熱っていうんですけど、熱をこう家具とか壁が溜め込んでいて、まあ、それをこう出す放射熱っていう現象が夜に起きてしまうので、まあ、それをまず少しでも和らげるっていうために、このまずワンステップ目のこの壁を冷やすってことをやっていただきたいと思います。ほっとくと夜に壁とか家具から熱が出てくる。そうなんですよ、熱が出てくるんですよ。最悪じゃないですか。だからこう夜寝ても暑いっていう状態になっちゃうんですよね。冷やしとかないといけないわけですね。そうなんですよ。で、やっと次にセカンドステップ、はい、セカンドステップになります、はい、うん、で、ここでちょっとエアコンが出てきます。寝るだいたい30分から1時間前ぐらいに1回部屋をキンキンに冷やします。1回キンキンに冷やす、はい、だいたい目安は、はい、24度ぐらいですね。あ、人によってはね、全然キンキンですよね、それ。そうですね、僕もうちょい下げたいぐらい、の思いはありますけど、攻めますね。はい、今は結構確かに24度だと冷えてる感じしますね。これはだいたいさっき言ったあのワンステップ目 の、 その壁を冷やして粗熱を取った状態になっているので、はい、料理みたいな。そう、料理みたいな。で、それをこう冷蔵庫に入れてさらに冷やすみたいな感じですね、この2ステップ目で。氷水に浸すとかね。そうです、そうです、そういう感じですね。と、はい、いう形に1回していただいて、で、まあ、そのお部屋の空間を冷やすってことをしていただきたいと思います。なるほど。で、最後に3ステップ目になりますね。これがエアコン、じゃあ寝るときに何度にすればいいのかっていう話になってます。くるんですけど、結構聞かれるのが28度ぐらいはいいんですかねっていう、そうそう、よく言いますよね。言いますよね。28度暑いっすよ。でも僕、そうですよね、やっぱりそういう方非常に多くて、で、そのエアコンつけるときにもよく聞かれるのが、適正な温度って、温度設定って何度なんですかって話になってくるんですけど、はい、ここで私が一つご紹介したいのが、基準となるのがこうエアコン26度になります。26度です、はいはい、で、これも実はきちんとした根拠があって、まあ、ちょっととある実験で、35度のお部屋と、まあ、その29度のお部屋で寝た時に、まあ、睡眠にどう影響があるかっていうのを調べた実験があるんですけれど、はい、まあ、35度とかはもうほとんどこう、あの、深部体温が下がらない、まあ、寝る時って深部体温下がらないと内臓が休まらないので睡眠入りにくくなっちゃうので、その深部体温を避けておくことが非常に重要なんですけど、まあ、35度とかだと、まあ、結構こう、ね、エアコン消えちゃった後とかってそのぐらいになっちゃうことも多いんですけど、まあ、それだとちょっと睡眠には悪影響が出たっていう結果が出ていて、で、逆にまあ29度の場合は、はい、まあ、あの、脳湿気 50% っていうのが睡眠にはいいっていうふうに言われているんですね。それがだいたいそのエアコンの28度とか、なんかそういう設定にちょっとこう、ね、近いのかなって感じはするんですけど、はい、ただこの実験ちょっとこう条件が違くて、この、まあ、29度の湿気 50% がいいっていうのは実はパン1で出た場合なんですよ。パン1? パンツ1枚そうで、しかも布団をかけてない状態で寝た場合なんですよ。なるほどね。そう、じゃあもうなんか大学生の男一人暮らしみたいな生活ですね。そうなんですよ、 1K でみたいな、はい、っていう方に、6畳1間の4万8000円のアパートでパン1で寝るときは29度で快適なはず。あの、快適なんですけど、ただ、まあ、多くの方はちゃんとこうパジャマを着てお布団をかけて寝てると思うんですよ ね、 すね、まあ、ブランケットかけたりとかして寝てると思うんですけど、うん、そういう方に関しては、うん、もう室温がそこから29度かだいたい 2,3 度低い26度が目安っていうふうに言われてます。なるほど、なるほど、はい、まあ、そこで根拠が一つ26度っていうことになってくるんですけど、うん、まあ、ただそのお部屋の環境とかに、あの、よっても、あの、はい、あとはエアコンの機種とかによっても効きすぎてしまったり、逆にあまり効かなすぎちゃったりするっていうこともあると思うので、まあ、一回ちょっと26度で設定をしてもらって、うん、で、まあ、そこからちょっとこう寒い暑いだとかでちょっと 1,2 度、はい、あの、調整をしていただければなっていうふうには思うんですけれど。なるほど。逆にだからパン1で寝てる人は28度でいい。そうですね、28度でいいと思います。パン1にすごい反応しますね。あの、すごい、あの、アスリートの方で多いんですよね、実は。なるほどね。そうなんですよ、担当されてるアスリート、ね、そう、あの、結構やっぱ若い選手とかで多いんですよ ね、 ね、あの、夏はパン1で寝てるんですけど、どうすかねみたいな。そうっすよね。そうなんです、実は結構多い。確かに僕、あの、高校の時男子校だったんで、朝学校行ったらすでにパン1のやつがいましたからね。あー、えー、信じられない。
パンイチの話すごい、はい、持ってかれましたけど、パンイチエピソードに行っちゃいました。戻すと26度がそうですよ、いいと。26度がそうですよ、良くて、で、はい、一つ注意してもらいたいのが、はい、エアコンの風向きなんですね。でよくそのエアコン使うのが嫌って語って、うん、はい、風がこう当たったりとか、あと起きた時のそのだるさが嫌だっていう方多いですよね。でそういう方ってそのじゃあなんで起きた時にだるくなってるかっていうと、はい、まあ、その手足とかにエアコンの風が当たってしまっていて、うん、血管がこう収縮している状態になってしまっているので、こう血流が悪くなってしまっていて、だるさとかの原因になっていることが多いんですね。なるほど、なるほど。なのでエアコンを使う際は風がこう当たってしまうと、やはりこう、うん、悪影響が出てきてしまうので、はい、もう風はエアコンのこう風向も自動じゃなくて上向きに一番、ね、はい、下がらないように、はい、してもらってやっていただくのが一番いいですね。なんか最近こうエアコンの、ね、出口にカバーするやつとかもありますね。そうなんですよ、あれも結構 Amazon で、ね、あの数千円とかで手に入るので、そういうのを使っていただけるといいかもしれないですね。基本的にはもうタイマーつけずに一晩つけっぱなしの方がいい、あ、すごくいい質問ですね、これ。実はそのエアコンが苦手の方とかってタイマーで 1,2 時間で消した、うん、こうね、つけといてって方多いんですけど、うん、まあ、できたらやっぱり一晩中つけていただいた方が良くて、うん、でただどうしてもこう冷え性とか、はい、ちょっとあんまりエアコンが得意、ね、はい、得意じゃなくてっていう方に関しては、うん、睡眠前半の4時間はつけてほしいです。なるほど、はい、もう 1,2 時間とかじゃなくて、はい、半分ぐらいは寝てる時間の半分ぐらいはつけて。そうですね、やっぱりこう途中で切れちゃうタイミングで目が覚めちゃうんですよね、 1,2 時間とかだと。わかります、結局また起きてつけるみたいなね。そうなんですよ、はい、っていう形になってしまうの で、 でやっぱりまたその 1,2 時間ではやっぱりお部屋もこう完璧に冷え切っていない状態になっているので、最低でもちょっと4時間ぐらいはつけていただいてタイマー切れるように、うん、あの設定をしてほしいなというふうに思います。なるほど、はい、うまくじゃあこの夏エアコン、睡眠時のエアコンをコントロールして自律神経の繁忙期を乗り切ろうということですね、はい、いやこれなかなかちょっと答えが今まで見つけられない夜のタイマー問題だったかな、うん、そうですね、と思うのですごく参考になりました、はいはい、今回もありがとうございます。ありがとうございます。はい、この動画面白いと思っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。コメントもお待ちしますのでぜひお寄せください、はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。